その通りでございまして、まあカップルでね、夜の、夜の都会を、飛んでいるようなイメージなんですけど、まあイメージ的にはですね、深夜というよりかは帳が降りた後ぐらいのイメージではあります。聞いてみてください。いきます。Thank you.
はい、ありがとうございます。あとは僕あの山下達郎さんが大好きなんですけど、この曲はなんかその達郎好きが分かっていただけると嬉しいなみたいな曲でしたね。ありがとうございました。ありがとうございます。さあ他どうでしょう。あ、行きましょう。はい、じゃあその次ですね、ルパン三世と灘蒼蒼も入っていたので、じゃあ I need to be in love と灘蒼蒼2曲続けてお願いします。そうです、そうです。今日はあのチップチャージでございまして、皆さん、いくらでも結構です。チャリも席ですけど、傘は持ってますけど、ね、よろしくお願いします。
投げ銭になっておりますので、これによろしくお願いいたします。ありがとうございます。いや、今、まあ、ちょっととりあえず、演奏を聞いてもらってくださいね。いやいや、もうゆっくり聞いてください。したら終わりとかじゃなくてもいいんですよ。はい。セプテンバー行きましょう。原曲行きましょうか。この曲はですね、お客様に、手伝っていただく曲でございまして、一緒に歌っていただく場所があるので、
今コロナ禍なのであまり大きな声でしかし、ノリノリで一つ、お付き合い、願えたら嬉しいです。行きましょう。のソネットが聞いて全然違う全然違いますやん全然違う行きましょうか。ラップの入るのこれは3本の方だ。ハイダウェイって言ったらクラプトンのハイダウェイって感じがしてます。チャンネルさん、すいませんフレディキングのね、ハイダウェイね、俺たちの中ではなるほど、なるほど。Thank you.
崎の方は、僕はどうですかって言うと、周りをこうちょっとこうなんかですね。で、あ、リクエストがないのかなと思ったら、尻上がりにリクエストが増えていくという。ゲートライン、行きましょう。これなんてもう後のセッションでやりたいですね。皆さんこれ A トレインの由来とかご存知でしょうか。これはですね、ビリー・ストレイホンという人が作ったんですけど、その人はあのコットンクラブというね、あのお店にいつも出勤するときに地下鉄を使ってたんですけど、その地下鉄が衛星になったんですね。で、あのこうあのいろいろミュージックビデオとか見たら大体皆さんあの機関車が多いんですけどね、A トレイン実は地下鉄なんですね。ですので、まあハーレムに向かう、歓楽街に向かう、曲ということでね、楽しいとこへ行こうやないかという気分で聴いてください。
ちなみにこれ水鏡さんはお歌わないんですか？いや、後でできたらなと思って。ちょっと聞きましたね、今。なんか別にそんなにプレッシャーを感じないでください。これがでもね、まあ、ちょっとね、オケがね、オケ作った人には悪いけどね、ちょっと長いマジなんですけどね、行きましょう。Thank you.
ました。いきますよ。よかったら皆さん手拍子お願いします。
か、思い残すことないでしょうか。どうしてもこれ聞きたかってん、最初は言われへんかってんけどって方いらっしゃいませんか。はい、カリフォルニアシャワー。あ、じゃあそういうふうにしましょうね。はい、ナビアドラマのままでございますね。はい、ありがとうございます。これなんか一緒に演奏してほしいわ、お前ね。ね、僕はもうやっぱり中学の時ね、ナビさんがすごい好きで、うん、で、まだね、やっぱり大学、僕音大行ってたんですけど、大学ぐらいからジャズとか、あとはやっぱりもう本当に聴く人がいろいろ増えまして、まあもちろんデビッド・サンボーンとかケニー・ジズとか、そこからエリック・マリンサルとかいう、ね、人とかね、もういろんな方が聴いて、うん、あの20代の頃はね、もうなんか鍋貞さんあんま聴かなかったんですけど、35、6からね、やっぱええやんっていう感じでね、なんかね、ほら、あの人、宇都宮出身じゃないですか、うん、宇都宮で世界に出たみたいな、そういう感じがね、本当に好きなんですね。じゃあ、本当に永遠のアイドル、鍋貞さんで、僕の演奏をやりたいと思います。で、皆様、ありがとうございます。
CD の宣伝は全くしていないのを思い出しました。先ほどね、リクエストをしてくださいましたナイトフライト、これはおすすめのね、3枚のアルバムがあって、レッドノート、ブルーノート、グリーンノート。レッドノートはもう熱いエナジーな感じ、ブルーノートはクールで洗練された感じ、そしてグリーンノートは癒しな感じで入れてるんですけどもナイトフライトはブルーノートに入っております。で、先ほどね、なんか自分の、音楽のルーツで、達郎が好きと、言わせていただきましたけど、では、本当最後の最後、申し訳ない、水川くめさんいいですか、もう曲やって申し訳ないです、はい、最後ですね、グリーンノートから、セレスティンという曲を聴いてもらいたいと思いますけれども、これは私、宇宙戦艦ヤマト大好きでございまして、で、いつも宇宙戦艦ヤマト最後にね、地球滅亡まであと何日で出るんですよ。その地球滅亡まであと何日のとこのサウンドがなんとなく頭にありまして、この曲のエンディングで そういう感じでやってますので、よかったら注目して聴いてください。では今日最後です、セレスティン聴いてください。
はい、ありがとうございました。